三国志セブンを初めて遊ぶアキミロです。はい、続きやっていきます。前回ついに曹操軍が本格的に四将軍じゃなく獅子軍に攻めてくるようになりました。残念ながら効果は取られちゃいました。まあ、なんとかこの兼業と五家、この二つは自分も防衛に参加して守りきることができたんですけど、兵士は減る一方ですね。まあ、今回も多分すげえ攻めてくると思うので、とりあえず曹操軍から武将を奪い取るために防衛戦頑張ろうかなと思います。ただチャンスがあればちょっと可否の城も攻めようと思ってます。ちょっと様子見てですね、まあ、東洋も奪い取れたら取っていきたいと思ってます。まあ、防衛戦に関しては前回の終わりも言ったんですけど、もう結果だけでいる形にしていこうと思います。防衛戦も全部やってたらすごい長くなると思うんで。わー、誰か武将を持ってかれた。長鋒がテイクに持ってかれた。わー、今度は蔡宗が露光の遠洋軍に攻め込まれました。マジかよ、遠洋。しかし四将軍勝利。誰か投与できなかった。くそ、幸先悪いな。お、アキミロがなんと名声4位です。めっちゃ上がってきてる。なんかくれるかな。褒美金3000もらいました。蔡宗に移ってくれるのか。いやだよ、やっぱ曹操軍耐えられないもん。お、やった、ヨハンさん。前回のパートで曹操軍に取られたんですけど取り返しました。ヨハンさん一緒に頑張ろうぜ。長江さんナイス。両層もいけるって言われてる。取り返せー。よっしゃー、両層も取り返しました。わー、また5で教師がテイクの方に。もう頼むからさ、うっ、5から再生でしょ。ちょっと長江と両班取らないでー。相変わらずうちの君主はガンガン取ってくなー。まあいいでしょう。こっちの兵が減ったところで上から攻めてくると見た。再び曹操軍の武将をもぎ取ってやる。お、5位取れるって言われてる。やってみよう。よっしゃー、五位さん曹操から奪い取りました。いよいよ。でも曹操から取ってテイクに取られるんだよな。それの繰り返しなんですよね。お、鐘楼もいける。どうだ。ダメだー、発言力がどんどんなくなっていくなー。怖い。アキミロ、県内に移ってくれぬか。嫌です。私はここで曹操と戦うんだ。どうだろう、ちょっとお隣の県業、あ、今のところか。いや、県業に移ってもよかったな。私が行けば教師殿を投与することができるはず。どうじゃ。よっしゃー、再び戻ってきた。何回も裏切ってるな、あの男。獅子配下の両団とかさんがお亡くなりになりました。なんか向こうもやっぱり兵力がなくなってきてるのか、攻めてこないんで調査に移動して友順軍の高梁を攻めようと思います。で、この中央から曹操軍に戦いを挑みたいと思います。まあちょっとこの5とか攻めてきたら運が悪かったと思うしかない。移動だ。調査、アキミロ行くぞ。はい、曹操軍は攻めてこなかったです。よかった。ということでもう行きましょう。友順軍なら勝てる。アキミロの訓練値は50しかないんですけど、まあ大丈夫でしょう。ここは攻められる心配がないので全員で行きます。援軍も要請。諸葛亮の方で行くか。頼むわ。わしが今回の光陵攻めの総大将を務める加藤である。よし、三軍は私です。これなら全員動かせるかな。総兵力はこっちが負けてますけど、この兵力差ならいける。相手援軍ないですからね。219年5月、高陵。さあ、まずは砦を取りながら近づいていきましょう。救援だけやっておきましょう。援軍よ、早く悟りついて。失敗です。うわぁ、ゴツゴツゴツが巨峰にかかった。調査で退却。これが一番痛い。戦えなまま帰っちゃうからな。はい、獅子軍の援軍到着です。味方が来た。だいぶ遠い。はい、ゾウのカウンターで
目録大王だったかな。なんかずれちゃったんですけど倒しました。捕らえました。目録だったかな。おっと、敵本拠地に向かって突っ込んできてますね。今戦ってたのは長江だ。そりゃ強えわな。さあ二人で協力だと思ったらこいつ効かねえ。混乱させないとダメだ。無理やろ。はい、長江さんが楊立さんだったかな、捕らえました。さあ君の混乱決めてくれ。決まんねえ。こいつ誰だ。カンネイか。カンネイ混乱効かねえのか。はい、これで包囲多分完了ですね。あれまだか。あ、そうか、今カンネイの近くにまだあるわ。ここですね。ここ取らないとダメだ。しかしここさえ取ってしまえばあと一旦か。このカンネイが本当に厄介。みんな打ちまくれ。さあこれで終わりです。包囲完成。敵の士気は38までダウンです。このままぶっ倒したろう。さあカンネイもカンペに囚われました。オッケー。あとはこっちに来てる部隊だな。これをカダとかで倒したい。はい、張飛倒しました。捕まえたぜ張飛。劉備軍じゃないから味方になってくれればいいんですけどね。そう簡単には仲間にならないかな。くらえ。38、あと一発だな。お、持ってかれた。王類さん捕虜です。はい、劉健さんも撃破で捕虜です。これで本拠地解放できました。これ以上士気は下がらない。まあコブが いっぱいあったんでね。全然減っても回復、減っても回復でノーダメみたいなもんでした。あとは総大将と2部隊か。軽く揉んでやりましょう。はい、超なんだろうこれ、超なんとかさん捕虜です。カンペイがすげえ捕まえるな。はい、カウンターで皇帝さんも撃破。あれ、まだ総大将いるはずなんだけど、なんか終わったみたいです。待て玄関、その首置いていけ。敵将軍が池乗ったり。結構捕まえた気がするな。残る敵兵力1869です。これすぐ終わるでしょう。柵、まあ一応使うか、せっかくあることだし。あな、ほれほれ、本当にちょっとしか減ってねえな。総攻撃じゃー。はい、両備さん捕まえました。こっちの競技を秋室大地先行圧勝でーす。はい、解放か。仲間増えてくれよ。だから全然来ねえ。あー殺された。うわー殺された。うわ、一人も来ねえ。一人も来ないまま二人殺されました。うわーきついなー。仲間が本当に増えない。曹操軍から武将を取らないことにはダメなのか。お、なんだ、栄誉の外交か。やっぱりもう同盟してくんねえかな。私の意思では同盟ができないんで、君主たちが勝手に同盟してほしい。おお、高価の曹操軍が栄誉軍に攻めました。マジか。よしよし、よく止めた。いいねいいね。獅子がテイクに有効な者を派遣しました。生徒の獅子軍がテイクのシドに攻め込みました。今有効にしたんじゃなかったの。勝ってるし、獅子軍はテイク軍を打ち破りシドを占拠しました。油断させといて攻めるとは何たるやつだ。みんな逃げてんな。あ、でも最中捕らえました。お、衣装は配下になりましたね。当院もよし、いいよ、武将増えた。おお、おお、なんとかさん東洋を向かったら取れました。曹操軍から引き抜きです。よっしゃー、
この調子でガンガン取りたいけど、この年は魅力高い人がいないから君のしか頼りにならねえ。今曹操軍がこの上陽から上陽に攻めて敗北したんですよね。だからさっきも遠洋軍に攻めて敗北してたから、さりげなくここら辺兵力少ないのかな。ワンチャンいけるか。いやーマジで情報でも発言力使うのがやだな。それさえなければな。東洋はさすがにもう無理か。ワンチャン行ってみっか。曹操軍援軍入ったとして、右か。右ならここ効果だったら最早の援軍が入るな。攻めた後が怖いけど行ってみっか。今こそチャンスだ。主人、一体何部隊あるのかそれさえわからない。だがそれでも行く。4部隊これで行くぞ。援軍ありだ。はい、曹操軍69,590、あんまり変わらないですね。これならいけるか。相手の援軍次第だな。219年9月、降下6箇所に罠。そんなの関係ねえ、我々は突っ込む。やっと獅子軍の援軍到着です。そして曹操軍の援軍も到着です。兵数はそんなに変わらないけど、部隊数がだいぶ違うな。やはり包囲を完成させるしかうちらに勝利の道はないようです。飛ぶじゃん、みんな頑張るぞ。こちらだって船は猛将なんだ。突撃で挟む、くわえ。よし、一撃で4000近く与えたぞ。はい、リーさん捕虜。はい、バガンさんも捕虜。右が大丈夫そうなんですけど、左がやべえな。はい、これで路直かな、終わりでしょう。はい、捕虜です。左側の援護に向かいたいけど、どっちも回復しないとまずいんだよな。あっちはカダさんだな。こっちはこっちで HP すごい。あ、そう、コウさん混乱させないと攻撃ができない。これはきつい。いや、囲まれてんな。無理だな、ありゃ。カダ追いつけるかどうかだな。いや、いや、もう拠点は取ってあるわけだし、下がろう。まあ、ちょっと気持ち、ただ左に動きながら攻撃しましょう。まあ、割り込んでシュートーシュートー。はい、装甲さん混乱。これで包囲できる。ここの砦を取らなければ包囲ができないんでね。何が何でも装甲を倒す。やべー、めっちゃ追われてる。追いつけー、完璧。さあ、カダさん。あ、いける、これなら治療ができる。計略。治癒じゃなく治療。これで多少兵力回復したでしょう。はい、曹光さん。秋村の突撃で捕まえました。よし、これでこの砦も取れる。あとはあの真ん中か。ちなみに、うちらの本拠地も取られてるんで、まずいです。早くなんとかしなければ。これでモータツさんは終わりのはず。はい、捕まえました。カダさん医者なのにめっちゃ戦争してます。カダさんが何気にかなり強いですよ。あとは味方かな、頑張ってくれればいいんだけど。はい、これで車中だったかな、多分終わるはずです。お次、はい、捕まえました。これで前の方にいる部隊はあと本当にちょい。しかしこっちの本拠地もなんとか取り返さないと。あとカダさんがやばい。ああ、拠点の上にやばい。毎ターン重視機が減る。お、ガクシンを倒しました。退却か、捕まえてほしかったな。そう、まだ下にも部隊がいるんだよな。大変だ。さあ、これで包囲完成です。あれ、あ、しまった、右下のまだ包囲っていうか占領できてなかった。
あー、何やってんだ俺。お、しかし味方の増援部隊が敵総大将を捕まえました。これは一気に有利。もう敵の士気あと39しかないですからね。できれば全部捕まえたいな。でも食らえ消化付きウリュウ。多田さん頑張れ。もう援護に行くよ。行くぞ秋美郎。はい、敵本拠地の耐久度ゼロです。長江は拠点を占領しました。はい、小木川が迂回左を突進しました。相手の士気ゼロです。勝ち時じゃー。敵を倒しきれなかったですけど城はゲットです。いや、まだ工場戦あるかな。お、生け捕ったり。どんどん生け捕ってる。すごい、ガンガン生け捕ってますよ。あ、工場戦なかった。よっしゃー、勝ちました。しかし今度はこっちが攻められる番かな。そして全然仲間になってくれない。あ、バガンは配下になりました。諸葛金も2人だけか。こんなに捕まえて相変わらず少ないな。なんとか君主、この公領に武将送ってくれ。県魚の獅子軍が遠洋領の老公に攻めました。遠洋に勝ってるし。あれ、仲良くしてたんじゃないんですか獅子様。あなた本当に悪客非道ですね。大損感解放。いや、仲間来てくれよ。仲間全然来ねえ。うわー、本当に嫌われてるな、うちの軍。あ、公領が帝国に攻め込まれました。覚悟を決めましょう。これは取られたかな、敗北。まあでも曹操軍じゃないだけマシか。竜度が取られた。だー、そして衣装が曹操軍に行っちゃった。はい、遠洋様が仲良くしようと。またお金よ。さっき獅子様攻めてましたけどね。調査に移動してもらいたいのだが、調査、いやー、ここが最前線でしょう。曹操様を止められるのは私しかいませんよ。なんとか援軍出すから他から攻めてほしい。特にこの蔡宗、今隣接してるとこないわけだし。頑張れ諸葛ちゃん。諸葛ちゃん、公領を取り戻すんだ。おお、裏切ったリュードさん帰ってきました。カダさんの説得により。よっしゃー。おお、諸葛金の説得で鐘楼さんも来ました。すぐ取られそうな気がするけど、そうそう、奪い返してやったぜ。獅子寮の生徒が甲州の敵軍に攻め込まれました。援軍、うわー、負けてるし。やべえな、女皇がいるのになぜ。あー、彩花が配下になっちゃった。うわー、いいよ、そうそう、国家軍受け入れました。遠洋の勢力は滅亡しました。マジかよー、頑張れ龍中軍。よし、いいぞ龍中軍。そうそう、どんどん倒していこうぜ。なんか武将取られた気がする今。ん、なんで人事ができない。え、大衆がどっか行っちゃったの。帝王承諾する武将がいないため提案できませんって書いてある。なんだ、前もあったな。あ、孤立させられたんだ、シッサは。ちょっと待ってくれ。マジかー、こりゃまずいぞ。左の軍よ、頑張ってほしいんだけど、ちょっと一瞬でもいいから移動するかー。ってか移動もできねえのか。これはまずい。どうしよう。とりあえず徴兵とかして様子見るか。獅子寮の指導が生徒の、いや、部とか攻め込まれました。これは終わったな。はい、囚われました。あ、女皇が、前奏が、党員が、あ、獅子がテイクに殺されました。世に聞こえし獅子、今ここに散らん。いやー、仕方ねえなー。すげえ悪い君主でしたからね。後継者と思うの一人、四季殿。
四季殿、四季殿、四季殿、全員四季殿。こりゃあ、私を選んでくれる方はおりませんね。ダメ元で自分に一票入れてみましょうか。ここは一つ、私が後を継ぎ、よう収めましょう。はい、ダメでした。兄の石を継ぎ、四季様が君主になりました。ってか上皇を取られたのがいて、さあ君主が新しく変わったので再び人事できるようになりました。上皇さん、帰ってきてくんねえかい。ダメか。お、カドならいけると。本当か。やったー、帰ってきました、上皇。よし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 、どっちは取られても上皇が取り返せればいい、全然いいよ。左はもう完全にテイク軍のものになってますね。なんとか馬長龍純と協力して曹操を減らしたいな。どうすればいいんだ。次攻めるとしたらこの右か、6個から1個上の呪春攻めればいいんだ。今私のところは6名武将いるんでね、もう移動しましょう。私は隣に行く。あきみろ、レッツゴー。発言力が足りません。危険危険、これは危険。お、五の在野の詩、これなんだっけな、衆坊衆法、違うな。とりあえず衆なんとかさん、四季の仲間入りです。お、四季寮の調査が公領の全国に攻め込まれましたな。頑張って守り抜いてくれ。なんで守りきれねえの。どんだけ読めんだよ。諸葛金取られたし、細胞もゴツトツコツも諸葛金が殺されたし、四季寮の雲南が生徒の敵に攻め込まれました。よし、戦った。中隊解放。お、加工派が仲間になった。ウキンもです。君主の定義が死亡しました。なんかテーブさんかな、ガートを継いだようです。はい、発言力が溜まりました。残念ながら慶南はどんどんテーブ軍に荒らされてます。しかし私がテーブ軍と戦おうとすると曹操軍にガンガン負けると思うんで、離れられないんだよな曹操の方から。時間かけてるとどんどん攻め込まれるか。味方を信じて自分はちょっと北上しましょう。もう行ってやる出陣。相手の情報一切なしと思ったら、アキミロが行動できねえ。なぜだ、なんか行動しちゃったのか。次のターンも攻めます。わあ、四季寮の効果が上陽の曹操軍に攻め込まれました。援軍出しますよ。はい、援軍ご到着です。12万 VS17 万、なんとか地の利を生かして勝ちたい。はい、四季軍の勝利です。いやー強かった我が軍。誰か仲間になってくんないかな。本当に長領解放。あ、リーゲンが仲間になってくれました。加工徳も無料に移らねえよ。今攻めようとしてたんだよ。しかし兵が減っちゃったな。もう一旦か。このターンだけ我慢しましょう。徴兵して補充してから次のターン攻めます。わあ、四季寮の武領が攻め込まれました。やべ、どんどん取られてるマジで。ぐっ、しかも裏切りすぎでしょ。ああ、武将来た。受諾しよう。やだよー、頼むからなんとか経難してくんねえかな。もう出陣だ、俺らは行く。全員で行くぞ。それがしが今回の十春攻めの総大将を務める文平である。文平頑張ろうぜ。もうとにかく曹操軍だ、曹操軍が怖いから先にこいつらを倒すんだ。迂回右ルートだ。120年6月、ドッピ。何が何でも勝つ。兵数も部隊数も負けてるけど、
砦や拠点を落としていけばきっと勝てる。はい、援軍到着です。相手も来たか。はい、来ました。相手の方が兵力上です。頑張ろう。わお、敵がいっぱいいる。こいつはつらいな。なんとか拠点を落としたいけど、乗っかられた。くー、船か。こっちは指で頑張ろう。打って打って打ちまくる。右側が問題だな。敵の数が思ったよりも多い。ダメだ、超力閉じ込められた。やっちまった。これは終わったな。はい、超力捕まりました。まずいな。左のじゃない、右の方だ。右の方がまずい。このままでは。わあ、3対1。この人も終わった。誰だ、両隊さん。ダメだ、右の陸戦で勝てない。なんとか無理やり相手を船にして船で戦うしかない。そうだな、おびき寄せるか。こっちは陸で戦うのみ。はい、加工を特えられました。こりゃ負け戦かな。いや、まだだ、諦めるには早い。まだだ、グレー対陸なら勝てる。よし、エイン捕らえました。歩兵くらえ、秋広の怒りの突撃だ。よし、あと一発。よし、あ、歩兵捕らえました。しかし秋広が船になってしまった。速攻陸に上がらなければ。はい、孫将も捕らえました。左の方の船はだいぶ倒したな。あとは右側か。なんとかな、この部隊も倒したいな。今誰だこれ、文平さんか。一回下から右に向かおう。はい、カウンターで遠洋も倒しました。ちょっとずつ数は減っています。あとはこいつだ。船のうちにとにかく攻撃をぶっ放す。くらえ、かきの。うおー、一発だけか、少ねー。さあ、これでもうかきの倒しちゃいましょう。さらば。はい、楽藤さんがやられました。敵よ、こっちに来やがれ。船で来たところを叩く。はい、伏兵が効いて孫霊撃破です。さらに来た。よし、いよいよここなら弓が届く。おらーおらー、船に弓はすげえ効くんでね。こっちもなんだかんだ劉邦の2連射連動が有効で結構イケイケモードになってきてます。よし、これなら突撃いける。奥に敵部隊がいるんで前に出ずに済みます。おら、これ一歩前に出ちゃうとあかん。我慢です、出たいけど我慢。さあ、遠目だ。はい、勘十さん撃破。あとちょいだ、みんな頑張れ。再び突撃で総陣を、いや、これは吹き飛ばさない方がいい。これはむしろ混乱だ。総陣くれ。くそー、引っかからねー。ちょっと遠回りして拠点取りに行きましょう。ここは文平と秋広に任せる。はい、総陣も撃破。捕まえられなかったのが残念ですけど、まあ仕方ない。いやだ、よっしゃー、孫漢も倒しました。はい、これで包囲完成です。敵の士気8です。よし、いける。あと10ターンしかないけど敵の士気が低すぎる。これならいける。
テイホーがこの戦勝ち目はないと見た。サジもいる。これは退却したのか、いや勝手に動くって言ってるだけなのか。舞台数は3のままなんで、サジが退却しました。そうか、逃げ始めたってことか。はい、テイホーさんも捕らえました。よし、勝った勝った。士気がゼロになったからだな。あと3ターンしかなかったんで、総大将を倒せるか不安だったんですけど、よかった。アンコはこのリホーが、リュウホーが生け取った。あれ、まだ終わりじゃない。いや、そうそう打ち破りましたって書いてあるから大丈夫か。いやー、攻城戦ありましたね。そうか、サジが逃げてましたね。やってやろうじゃねえか、コーブ。さあ、総攻撃だ。あと2200どころか、もう272まで減りました。はい、捕まえました。我が軍の勝利、大成功、秋村です。よっしゃー、解放。お、配下になった、配下になった、配下になった。あ、サジが仕切り殺されました。サジさーん、おー、へー、配下になりました。すげえすげえ、結構配下になってくれてますよ。やったー、10人も武将がいる。嬉しすぎる。なんて最高の結果なんだ。呪春攻めてよかったー。いやー、よし、これで今度は剣業から可否に行けるやん。ちょっとほんと慶南の方が心配だけど、ちょびちょび曹操軍の方には進行できるようになってきてるぞ。まあちょっと今回はね、結構長くやっちゃったんで、ここでやめましょうか。いやー、でも不安だな。そう、右はいいんだけど、こっちがな、どうにかならんものか。これ霊量も取られるな、一人しかいないし。まあいいや、ちょっとそこは次回考えましょう。とりあえず今回は曹操軍からね、城取れてよかったってことで終了です。この動画良かったら、止めたら高評価、ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると、次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。前進したかな。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。